はいどうもひまわりまさでございます。さあ今日も楽しくカメラのお話をしていきたいと思います。今日ですね、ソニーユーザー、こう趣味でアマチュアでやってる方でソニーユーザーの方に向けてお送りしていきたいと思います。僕は今どういう感じで撮影しているのかっていうのをね、お話ししていきたいと思います。僕は今この FX3 というですね、シネマラインのカメラを使用しております。僕がですね、このカメラもう2年以上使ってるんですよ。はい、2021年の6月に購入いたしまして、丸2年と1ヶ月くらいかな、使用しております。その中でですね、2年ほぼ毎日持ち歩いて使ってるんですよ。通勤にしろ、家族で出かけるにしろ、何をする時もほぼこいつを持ち歩いて生活をしております。でその中でですね、僕が感じたことは、この FX3 というものはもう S ログ撮影機であるよねっていう話なんですよ。で今日はですね、この S ログをね、使うのにどういう感じで使っていくのが一番いいのかね、FX3 や FX13、 あとね、α7 系のねカメラで S ログで撮影していきたいという方にね、ちょっと一緒にいろいろ学びながらね、情報共有なんかもできればいいかなと思います。というわけで、まずはじめにこの S ログを使うときに絶対にやってほしいこと、まずはですね、僕の前の この動画でもいいですよ、何でもいい、今見てる動画の説明欄見てください。はい、そこからですね、ラットはここからダウンロードしてみてください。ソニーテクニカルナレッジ括弧公式、これをですね、クリックして、このサイトから必ずラットをダウンロードしてください。はい、で下の方に行きますと、ソニールックプロフィールズ、プロファイルズか、ごめんなさい、プロファイルズ、この下の方に S ガマット S ログ2、S ガマットドットシネ S ログ3、ね、ここの下のダウンロードソニー、このルックプロファイルから、このラットをダウンロードしてください。この一番下、ルックプロフィール4リゾルブ S ガマットドットシネ、このキューブファイルというものをですね、ここから、はい、ダウンロードしてください。はい。はい。で、これいろいろ登録するので、登録してください。はい。登録すると、ソニーの公式の、S ログ用の S ガマット3ドットシネ用の S709 のこのラットを使うと、もう一発で、できます。カラーマネージメント。はい。で、その下にですね、いろいろあるんですよ。モニタールックだったりとか、ね、いろんなラットがね、ここからダウンロードできますので、ぜひ使ってみてください。僕のおすすめは一番下、ブロックバスターラット。これなんかを使うと、めちゃくちゃシネマ系のラットがありますので、これでやりますと、もう一発でいい色が出ます。で、このスペースアドベンチャーもそうだし、ね、このいろんなラットがありますので、ここからダウンロードしていただけるといいと思います。このラットというものは、ソニーの、要はベニスとかね、そういうのの開発、要はガチのシネマカメラを開発してる人たちが確か開発してるラットなので、それにできるだけ近づけていこうよというものでございます。はい。要はベニスってさ、あれですよ。最近で言うと、ミッションインポッシブルとかね、その前の、あれだ。トップガン、マーヴェリックとか撮影してるカメラなんで、もうガチのハリウッドのシネマカメラ、それのラット、それにの色味をなんとか出そうというものでございますので、それを、この FX3 で出せるということらしいです。詳しくはこれも、リンク貼っておきますので、ソニージャパンのですね、セミナーみたいなのがありまして、そこで江夏義弘さんというですね、映像作家の方がですね、お話ししている内容がありますので、そこからねやっていただけると、その動画を見るとめちゃくちゃ参考になりますので、ぜひ見てくださいということで、はい、これを使っていくとどういう感じになっていくかということもね、やっていきたいと思います。じゃあね、早速ですね、この間仕事帰りに撮った、ちょっとした仕事帰りのね
はい、いかがだったでしょうか。なかなかもう仕事帰りに本当手持ちだけで撮ったんですけども、手持ちにタムロンの2875のですね、あの1型の標準ズームをつけて撮影しました。はい、でちょっとねその編集画面も見ていきましょう。僕はですねこのフィモーラ12というですね、なんともコストパフォーマンスに優れたですね、安いですねこの動画編集ソフトをですねもう何年も使っております。これね実際使いやすいんですよね。はい、実際見てみましょう。はい、うん、今これがもう編集し終わったやつですね。はい、例えばこのカット見てみましょう。はい、このカットもうラットを1個当てただけでございます。はい、これ見ていきますね。はい、じゃあいきますよ。ここから色味で、はい、このねラットを切りますと、はい、こんな感じ。はい、これにブロックバスターというですね、どっちかというと TR& オレンジっぽいね色味のラットを1個当てるとこうなります。はい、でこれを例えば普通の S-Log3 の S-Gamat3.cine のラットを当てるとこんな感じ。これでもいいっすよね。これでもいいっすよ。これが標準的なカラーマネージメント、要は色味を整えたやつですね。あとね、ね、どこがいいかな。あ、これいいですよね。僕気に入ってるカットね、これね。これもブロックバスターね。このラット当てていますけども、これを切るとこんな感じ。はい、これにただラットを当てるだけでこうなります。いいでしょ。でこれも S がマット3ドットシネオの S709 色を戻すようなねあれやるとこうなります。これもいいんですよ。いいんだけどもより味見を出したい時にこのブロックバスターを入れるとこんな感じ。うわー綺麗ね、綺麗ね。ちょっとその他のカットだとまあ最初のカットね、あーこれ生ブルーだなね、まあこれか。これもねログをログじゃないラットを切るとこんな感じ。この絵が一発でこうなるわけですよ。ただラットを当てただけでこうなるっていうね。いいですよね。これ S ログ S がマット水用のこんな感じ。いいですよ。その他にも例えばその他のラットを当ててもねいろんなシネマっぽい色が出るのでいろいろねこうダウンロード使ってみるといいですよね。これ要はもう本当ソニー公式のなんでもう一発でハマるんですよ。はい、でこれをこの S ログで撮影するときは必ずですねカラーの方を S ガマット3ドットシネか S ガマット3、この2つどちらかにしてください。今のラットはこれ用のラットになりますので違うですね、例えばムービーだとかスティールだとかいろんなカラーがあるじゃないですか。あれにしてしまいますとあのビチャッとはまりませんので必ず、S ガマット3か S ガマット3ドットシネ、これのラットを使っていただけるといい色が出るんじゃないかなと思います。ということでちょっとねちょっと最近の撮影方法をですねバーッとお話ししていきました。参考になればね幸いでございます。皆さんもね素晴らしいいいね毎日こうカメラライフを送っていきましょう。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。また、はい、ちなみにこの動画もですねラットを切るとこんな感じでございます。はい、それではまた。